はい、こんにちは、レトスの小野です。個別指導の値上げまであと1日になりました。理解学習を実践できていない。計画を立てられていない。計画は立てたけど、勉強が続けられていない。勉強の仕方がわからない。模試では点数が取れていたのに、本試験では点数が取れない。これらの課題は解決しないと来年の合格は厳しいです。また、大手の予備校や大手の通信講座を受講しても、これらの課題は解決してくれません。解決するためには、あなた自身で考えて行動する必要があります。もし自分で解決するのは難しいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。これまで多くの受講者さんを合格に導いてきましたが、もともと先ほどのような課題を持っていた方ばかりです。私には解決策があります。一緒に勉強して来年絶対合格しましょう。個別指導は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、毎回お伝えしてるんですけども、この動画で、お伝えしている内容っていうのは、個別指導で教えている内容よりも、だいぶ簡略化してるんですね。つまり、理解学習まではお伝えしてないんですよ。この動画で勉強できる内容っていうのは、結局はやっぱり丸暗記学習しかできないんですね。理解学習をするためには、関連ポイントだったり、問題文の理解だったり、解説の理解だったり、そういった部分をやっていかないと、なかなか理解学習っていうのはできませんし、それに伴って点数も上がってきません。なので、来年絶対合格したいという方は、個別指導、ご検討いただければと思います。では、問1に入ります。不法行為の被害者は、損害賠償請求権を自動債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる、丸か×かという問題です。考えたい方はこの動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸です。被害者に対してきちんと弁済させることから、人の生命や身体の侵害による不法行為、まあ、例えば人身事故ですね、の加害者側から相殺することはできないんですね。それに対して被害者側からは相殺することはできるんですよ。これ言い換えるとですね、被害者側が持っている損害賠償請求権を自動債権として相殺することはできます。一方で被害者が持っている損害賠償債務を自動債権として相殺することはできないんですね。このあたりはどっちがどっちだっけって悩む方いますけれども、被害者を保護する規定なんだ、被害者を保護するためのルールなんだということと、あとは自動債権と自動債権、これの意味ですね。これが分かっていれば解ける内容です。つまり、まあ、簡単な内容なんですね。こんなところでつまずいていてはいけません。個別指導の受講者については、他の関連ポイントも含めて解説させていただきます。理解すべき問題なので絶対理解してください。理解できれば簡単な問題です。では問いですね。宅建士の資格試験に合格した日から1年以内であれば、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、取引証の交付を受けることができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。取引証の交付申請するには、原則登録している知事が指定する講習、これ法定講習って言われるもんなんですけども、交付申請前の6ヶ月以内に行われる講習を受講しないといけないんですよ。ただし、試験に合格して1年以内に交付申請する場合とか、あとは登録移転によって交付申請する場合、この場合は法定講習受講する必要はないんですね。今回は宅建試験に合格して1年以内なので、法定講習を受講する必要はありません。なので、丸になるということです。ここ引っ掛けポイントがあるので、この点は絶対注意してください。個別指導では関連付けて理解するために引っ掛けポイントについて動画を用意しております。なので、まあ、個別指導の受講者については、受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、問3ですね。農業者が市街化調整区域内の耕作しておらず、有給化している事故の農地を、事故の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。4条許可必要です。原則農業者が自己所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。で、今回はこの原則に当たるので、×になるということなんですね。で、これには例外があって、農地が市街化区域に属する場合は、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば、4条許可までは必要ないんですね。今回は、市街化調整区域なんですよ。市街化区域ではないんですね。
なので例外には当てはまらず、原則通り4条許可が必要だということです。で、この点についても理解してほしいんですね。なのでどうやって理解するかについては個別指導で解説させていただきます。はじめにもお伝えしたんですけども、個別指導の値上げまであと1日です。早くから受講していただいた方のが、値段も安いですし、来年合格していただける可能性も高まるんですよね。1ヶ月後、2ヶ月後に受講する方よりも、長い期間理解学習ができるわけですよ。なので、合格もしやすくなるんですね。もしあなたが LINE 絶対合格したいっていうのであれば、ぜひ個別指導を受講してください。個別指導でお待ちしております。レトスの小野でした。